皆さんこんにちは。こんにちは。7月17日金曜日からですね、ストリートファイターズコラボが始まっております。2じゃない4、ストコラボが始まっております。なぜかスト2って言っちゃいますよね。言っちゃうね。言っちゃう。もうスト2もうイメージが、うん、ごめんなさい、申し訳ございません。はい、すいません。まずは今回バイソンに行きましょうか。バイソン最後まで吸引力が変わらない。ああ、絶対言うと。バ極み参ります。はい、じゃあそんなわけでいきますか。おい、参ります。はい、スタート。ど、情け無用、剛腕炸裂。でもバイソンってさ、なんかそんなに強いイメージないよね。ないですね。なんかでも完全にやってたけ、やってたけ、雑魚なイメージだよね。うん、雑魚なイメージ。ひどい言い方。あ、ごめんなさい。微妙にスライドしながらね。あれ、なかなか通信が高橋。じゃあセーフモードに移行しちゃいました。ごめんなさい。マルチでね、あのアラートが出てると。おお、ステージすげえ。何これ。え、何この BGM。あのステージっぽい。聞きたい、聞きたい。ほう、参ります。はい。まあ言っても極みなんでね。なんで爆弾あそこ、あ、回収できないんだ。あの辺にいたら爆風食らうんだ。なるほどなるほどなるほど。壁の上に爆弾。なるほど。高橋くんがこれで倒してくれれば大丈夫。オッケー。倒してくれないと私のハーレーが食らう。オッケー。ナイス。ほう。タル？まだステージらしいです。車の中のボーナスステージ。車。自動車のまま止まってる。樽も攻撃してくんの？見る？見たい。見ます。なんか微妙に見たいっちゃ見たいよね。一体だけ壊すわ。さあ、樽の攻撃です。え？どうしました？まさかそうなるのか。結構なんか予想外な展開が続いてるな。そうなるのか。マジか。そうなるのか。思ってなかったよ。これが逃走するってどういうことや。あれ、ドロップすんの？タル？タル。するんだったら僕頑張りますよね。ボーナスステージ？タル？な、どういうこと？おい、作戦通り。クソです。出た、バイソン。でけえ。足と手が。SIN って何や。 SIN 悪の組織。まあっぽいけど、なんだ SIN って。あー、すいません。おいただいちゃって。おお、入ったね。何や、何あれ。おお、そこはまる。はまったけど倒しきれはせんかった、うん、脳を揺らすしかねえ。いった。えー、すげえ。何やこれ。うわ、すげえ、ちょっと BGM がっつり聞きてえな。すごいじゃんあれ。わ
でけえよ。ラウンド1ファイト。すげえ、すげえ。こっちに行くとどうなるの。打ってみる。あ、そういう感じね。へえ、今回マインスイーパーさ、役に立ってないよ。そうですね、これはこれ無理だよね、うん、なんか地雷が全然関係ねえ。あの地雷は痛いんですかね。わかんねえ。まだがっつり地雷食らってないよね。あれなんなんや。これこっから回収できないのかな。ああ。やってみて。来た。ナイス。死なだクラマンです。回収できるんだ。なるほど。でも爆弾は一発で3000ぐらいか。うん、まあ言うほどそんな痛くもないな。壁に埋まってるやつが強かったら結構面白いんですよ。そうだな。ラウンド2。すげえ。なんだかんだでもスピクリは狙うべきだよね。皆さんストライクショット結構溜まってきますね。行っちゃえ。行け行け。ただザコモンスターも倒したいな。でもいいや、逆転だ。行け。私を熱くさせて。うわ。うん、遊ばせればよかったな。撒き散らせばよかったな。さ、さ。おっと、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 おっと。あと4、信じてるよ。でもこれ僕の時に来るから、ストライクショット。あ、まさかアイネクライネでとどめさせる。そうですね、信じてるよ。ちゃんとザコを消しといてくださいね。そしてあわよくば串中でよろしく頼むよ。さあファイナルラウンド。さあここまで行かせたくない。行きます。ミスで倒すな。いけ。ストライクショット。あYou win! 言うかな？あ、言わなかった。え、仕事しなかった。あ、でも落ちた。落ちた、落ちた。あれ？極みで濃昏報酬ってなかった。そうっすね。アップデートでなんか増えた。増えたんすか？ストリートファイターだけ？わからん。極みで濃昏報酬どういうこと？ゲット。さっき見たんですけど、神化素材は竜ですね、うんうん、はい。そんな、あ、ランク上がった。ありがとうございます。皆様との絆も深めさせていただきました。です。見ます。見ますか。うん、じゃあ攻略アプリいきます。バイソン、ちょっとまだデザインがないですけれども、うん、アンチダメージオールでステータスこんな感じで、アイアムチャンプ、ストライクショットで進化すると、あ、 SS ターンの短縮が入ってる。スピードアップ爆発、バイソンでございます、うん、い。まあこんな感じということで、うん、本日は以上。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村ライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。